はい、どうもこんばんは、ゲンです。いやー、ゴッドフェスが来てますよ。ゴッドフェス、皆さんお待ちかねのゴッドフェスでございますよ。今回ね、すごいらしいのよ。あと2日あるんですけど、ちょっとこちらちょっと見てみましょうか。ゴッドフェス超絶ね、3UPと書いてありますけども、ガンフォーフェスティバル2015の開催を記念して実施したゴッドフェスアンケートで選ばれたモンスター上位30体の的中確率が、3倍ですって。3倍。さらにゴッドフェス対象モンスター最大レベルで排出されるぞと。この機会を絶対お見逃しなく。すごいよこれ、最大レベルだって。で、僕もアンケート書いたんですけど、カーリー持ってないんですよ。カーリーで、カーリーに入れました、票を。そしたらなんと第1位カーリー。すごいねこれ。カーリー1位と2位ね、光カーリーと闇カーリーあれしてますけども、すごいよこれはお前ちょっと行くしかないでしょということで、今回ね、4回引こうと思ってます。すごいよ、この上位30体が出るみたいなんですけども、かぶりたくないよね。ここでかぶっちゃうともう、あーっていう残念な感じになっちゃいますからね。はい、ゴッドフェス、ちょっとラインナップ一覧、まあこういう感じですね。アンケートゴッドフェス、なるほどなるほど。最大レベルっていうとこちょっと魅力的だよね。これはちょっとね、絶対欲しいわ。うん、これがカーニバル対象、スーパーカーニバル。なるほどね、なるほど。光。はい。なるほど、わかりました。こういう感じですね。この中から僕はちょっと、カーリー、どっちでもいいです。カーリーが欲しいです。ということで、狙いに行きましょう。ゴッドフェス。神よ、初めてゲットしました、イルムすごい、グリモ、グリモアワールスフィア、全ドロップを非光に変換。おお、なるほどね、いいでしょう。次、神よ来い。おお、持ってんだよな、究極進化させちゃって持ってんだよな。まあいいでしょう。3回目です、神よ頼む、カーリー来い、カーリー来い。ハトウル持ってるんだよ君は。違う、ラスト。くー、カーリー急っ来い、カーリー頼む、そっけー。まあいいでしょう。孫権か、なるほど、孫権欲しかったの、巨神単海の警官ですよ。これ、ね、言いたかった。敵の攻撃頻度は少し低下に至らない。だからおお、これは水、水の、水なんで使えますねこれ。はい、ありがとうございましたまあまあな感じだったね。かぶっちゃうのはちょっと残念ですけど、こちらですね、イルム、そしてサクヤ、ハドホル、そして孫権。いやー、イルムと孫権、ありがとうございますよかったですよ。はい、なるほどね、
さすがレアガチャだけあっていいですね。ゴッドフェス開催中なんで、いやーありがとうございます。これからね、孫家もね育てていこうかなという感じに思っておりますんで、皆さんこれからの僕のパズドラお楽しみに。ということで、お疲れ様でした。